週刊フリーブレイズ、はい、週刊フリーブレイズです。アジアリーグアイスホッケー東北フリーブレイズの選手やチームスタッフの方のインタビュー、またチームの最新情報などをお知らせしております。さあ今週のゲストはついに週刊フリーブレイズ初登場、東北フリーブレイズイクイップメントマネージャー業務を担当されています吉田俊信さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。吉田です。もう吉田さんフリーブレイズ何年ぐらいですか？3シーズンと半分ぐらいですかね。あ、そうなんですね、はい。今日は吉田さんといろんなこう、必須アイテムをたくさんお持ちいただいてますので、はい、いろいろお仕事についても伺っていきたいと思うんですが、はい、吉田さんはもともと仙台にお住まいだったっていうのは今までのいろんな報道でファンの皆さんもご存知だと思うんですけど、はい、フリーブレイズとの出会いってどういうきっかけだったんですか？ですね、もちろんあの仙台にいたので、はい、フリーブレイズが、開設した当初も、試合を見る機会があったので、その頃から、はい、フリーブレイズというプロのチームがあるっていうのは、存じ上げてました。はい、はい、でその中で、僕の、妻の、友達がフリーブレイズの一員っていうのもあって、ちょっと近い存在なのかな、あのお話しする機会はあったので、はい、っていうところはありましたね。で実際にヨング担当になったのは、これはですね、はい、ちょっとまあいろいろ諸事情あったんですけれども、はい、シーズン途中、それこそ16年17年のシーズンですかねの途中で、ちょっと若林監督の方から、ちょっと手伝ってくれないかという依頼があって、はい、でそこで手伝ったのがきっかけ でその後からもうシーズンを通して、やるような形を取らせていただいている。その頃は仙台にお住まいだったわけですよね？もちろんそうですね。今ももちろん仙台には住んでるんですけども、はい、今は、単身で、長期出張という形でこっちに来てます。そうなんですね、はい、なるほど。いろんな選手のインタビューからもですね、本当に吉田さんはいつ休んでんだろうっていうくらいいろんなお仕事をされてると思うのでここでですね、はい、通常の練習の日と、はい、あるいは試合の日、はい、吉田さんは果たしてどう動いてらっしゃるのかお聞きしたいんですけれども。なるほど。練習の日平日、はいはい、これはですね、まあほぼ選手が来る前に、はい、控室の方に行って、はい、まず控室の準備があるので。何時ですか？そうですね、早い時だと6時6時半いいですね、まあ、通常はだいたい7時ぐらいに来て、はい、間に合うんですけども、やっぱりその前の日の、ものがあったりすると、はい、どうしても早く来なくちゃいけないので、はい、まあ、おむね7時ぐらいに来て、で中の掃除とあと、片付けですね、はい、で選手がいつ来ても大丈夫なような状態にまずはセットアップというところが、うん、まず朝一ですね、平日の。セットアップってあれですか？練習用のユニフォームとか。そうですね、練習用のユニフォームを用意したりとかですね、あとは必要なテープ類であったりとか、まあ、あとは、前の日に、言われてたものを、はい、手をかけたりとかいう形ですね。で選手がだいたいリンクに上がるのが9時ぐらい。そうですね、だいたい皆さん、8時45分ぐらいには靴を履いてリンクの上に、乗り始めるので、おおむね作業的には、マックス、50分ないし45分までには全ての、研磨であったり、はい、修理であったりっていうのは、やらなくちゃいけないので、なかなか忙しい時間帯ではありますね。いろいろ選手からこれちょっとこここうしてっていうオーダーもたくさん。うん、そういうのが一番多いですね。まあ一番多いのはやっぱり研磨なんですけど、それ以外にもやはり前の日に壊れてたけども気づかなくて、着替えてる途中で気づいてとかっていうものも、まあその場で直せるものがほとんどなんですけど、あとはもういかにスムーズに渡してあげて、スムーズに着替えて、スムーズに彼らが氷に乗れるかどうかっていうところですね。研磨一人分、まあ両方ありますけど、はいはい、分ぐらいで。そうですね、最大でスピードを上げてやれ、例えばですよ、例えば試合中に何か、はい、突発的なものがあってすぐやらなくちゃいけないっていう時は、はい、両足で30秒ぐらいで。すごい、さすが。ただどうしてもそのスピードでやってしまうと、至らない部分も出てくるので、はい、やはり通常は、そうですね、両足でもかかっても5分ってとこですかね。そうなんですね、うん、もう20何人、ね、いるわけですからね。そうですね、多い時はやっぱり全員ということもあるので、そこってもう前、ね、その日じゃない、その場じゃないと分からないので、今日何足くらい来るとかっていうのは分からないので、結局
バーッと出てきて、一足あたりかけられる時間っていうのはすぐ計算しないといけないですし、で削ってる間にもやはり、これどうしたこれどうしたこれどうしてほしいっていうのが来るので、まあ、それもやりつつなので、なかなかバタバタです。選手もきっと研磨の仕方、その溝はこだわりもあって、はいはい、ですからその選手どういうこう溝深さ浅さ特徴だとか好みだとかはもう完全に把握してらっしゃる。そうですね、おかげさまで長いこと今やらせていただいてるんで、今いる選手に関してはもうほぼ全て、滑ってる状態であったりとか、うん、その人のこうなんかこう調子が悪い時って絶対そういう行動をするので、うん、それがなければもういいんだなっていうふうに僕の中で判断をして、はい、なのでもうその子はその子でも決まった、形があるので、はい、それを、ずっとイコールコンディションで続けてあげる。練習中はどうされてますか？練習中もその場で、補修できるものに関しては靴を脱いだりせずにその場で補修してあげて、うん、でどうしてもその場で補修できないものに関してはやはり一度靴を脱いでもらう、もしくは今、ランナーっていったら刃の部分ですね、うん、刃の部分だけが取れるタイプもあるので、その場合はもう刃だけ取って、はい、でまあ研磨室持ってって研磨をして戻ってくるっていう対応ですね、うんうんうん、気が抜けないですね。でも大体抜ける時とか、何かあった時っていうのは見てて分かるので、うん、そのタイミングで、話しかけて声かけて、大丈夫って言えばその場で大丈夫で、どうしてもやばいようだったら持ち帰る、抜けますに持ち帰るっていう感じですね、うん。選手が練習終わった後はどんな作業されてますか？そうですね、一番、選手が終わった後で大変なのって言ったらやっぱり洗濯ですかね。やはりこの人数の洗濯、まあ、ジャージも、ストッキングも、はい、あとインナーもですね、含め、はい、全てなので、まあ、大体40キロから50キロ分ぐらいの洗濯になるのでまあそれを洗濯機回して、はい、で、さっきあの前に控室の準備、朝準備って言ったのはその控室に全部干してあるんですね、はい、なのでそれをまず取り込まないといけないので朝はね、でその取り込む前のその干した分、干すっていう作業もなかなか全部、ほぐしてハンガーかけて並べて、そこがだからまあ作業、一つの作業として考えたらそこが一番長いですかね。洗濯って普通の家庭用洗濯機なんですか？いやそうですね、ニーダーでやらせていただいているときはニーダーの、洗濯機をちょっと利用させていただいて、はい、普通のいわゆる、10キロ7キロの洗濯機なので、はい、まあ4、5回回してですね。あ、うん、あ4、5回なんですね。4、5台一気にドーンって回るんです。でも2台しかないのでやっぱり2回半ぐらい回してるんですね。はあ、うん。洗剤とか柔軟剤はこだわりあるんですか？一応、まあね、ご存知のように匂いも出るものなので、はい、ここでじゃない柔軟剤はね、うん、入れさせていただいてます。好みの香りがあるんですか？そこはもう僕の独断で。何の香りですか？いや何のか、いわゆるあれです、スポーツ系 の、はい、どこのメーカーでもやってるやつを好んで買ってきてますね。そうなんですね、うん、洗濯そうです、量がまず違いますからね。そうですね、まあ、それが終わるとあとは、その日のうちに、はい、選手からの依頼のあった防具の修理であったりとか、うん、っていうところをやって、まあ、何もない時は本当洗濯で終わりっていう時もあるので、うん。なるほど。試合の日はどんな動きをされてますか？試合の日の方がもしかしたら、練習の日よりも意外とハードだったりして。あ、そうなんですか、うん、で朝試合の前にモーニングアイスもあるので、あーですね、まあ、そこはもう平日と同じような流れでやって、はい、で平日と同じように洗濯まで終わらせて、うん、でその後、控室にはやっぱり干せないので、うん、そうですね、すぐ選手がスーツ着て集まってくるので、はい、なのでそこはもう一度、ランドリーに持ってって乾燥機をかけて、で乾かした状態で戻ってきて、で、またその試合用のその控室の準備っていうのもあるので、対控室用対試合用の、控室の準備をして、うん、でゲームジャージを用意して、うん、でもちろん動線、練習の日だったらいろいろ置いてあるんですけど、はい、動線に関しては全て、綺麗に片付けなくちゃいけないので、うん、
で、試合が始まれば、結局3時間から3時間半ぐらいは試合やってるので、うん、その間はずっと気が抜けない状態ですよね。まあ、突発的なものもあれば、うん、まあ試合の時っていうのは突発的なものの方が多いんですけど、で試合が終われば、もちろん勝ちもありますし負けもありますし、で、同じように、控室も、まあ、汚れって言ったら変ですけどね、やはりあの、うん、乱雑にはなるので、うん、まずそれを整理整頓をして、また試合の後の選択ですね。うん、やはり選択は日曜日の試合なんかだと、はい、早く終わるんでいいんですけど、平日の夜の試合なんかだと試合終わりが結局9時半とか10時になってしまって、そこからまたプラス3時間から4時間ぐらいかかってしまうんで、まあ試合の方が言ったらいる時間、リンクにいる時間は長いですね。誰よりも早く来て誰よりも遅く帰る。まあそうでありたいと思ってますけどね。ああ、さすがです。その試合中突発的なこと、まあいろんなことがあったと思いますけど、はい、まあスケート、はい、スティック、はい、以外にも結構バーッと吉田さんが出てきて、ひょひょって言ったら失礼かもしれませんけれども、はい直しましたっていうのを何度か目撃してるんですが、はい、今までどんなことがありました？まあそう、一番やっぱり、多いのはそのスケートが抜けるって言い方をするんですけど、抜ける、はい、エッジが効かなくなってこうずるっとこう抜けてっちゃうんですけど、うん、で転んだりとかっていうのがあるので、はい、まあ、そういう場合は、その場で直せる分、先ほども練習と一緒なんですけど、うん、その場で補修できる部分に関しては試合中なので、その場で補修をして、で、どうしても研磨が必要だっていう場合は、ワンシフトのうちで、仕上げて戻ってきたいっていうのがあるの、はい、なので先ほど言った30秒から、はい、そうですね、2分ぐらいの間で戻ってくれば、シフト飛ばさずに、僕らの中ではそのシフト飛ばすのは事故だと思ってるので、その事故を起こさないためにやはりワンシフトの中で全てのことを、やれるように、はい、なので、その場に最低限のものは用意しておく、はい、準備もしておく、で研磨に関してもその30秒からまあ2分以内で仕上げるっていうところで、うん、突発的な部分はね、もう一回ピッて時計止まってくれって思う時もあるでしょうねだ変な話、パワープレイだキルプレイに出てない子たちで、はい、キルプレイパワープレイの時だと意外と時間があったりするんですよね。そうですねなるほど。スケート以外のいいものも直してますよね。そうですね、やっぱり、うん、まあ、一番試合中に壊れるのってどうしてもゴーリーのものになってくるので、ーキーパーに関してはもう交換部品を全て用意してあるので、はい、その場で、大体パックがどこに当たったなっていうところで、うん、例えばこのバックルが壊れた、このパチンっていうバックルが壊れただとか、うんうんうん、ワイヤーが外れただとか、うん、あと、まあ、スロートっていうあの首守りですね、あれが割れただとか、うん、まあ、その程度なのでゴーリーに関してはもうその場ですぐ対応できますね。プレイヤーで、はい、例えばエルボーがこうちぎれたとか、いやいやいや、はい、肩が外れたとか、はい、あのパッドがですね、うん、ってなるとやはりその場ではなかなかいけないので、縫わなくちゃ縫わなくちゃっていうところなんですね。あ、うん、これがまあホームで荷台でやってる時は専用のミシンがあるので、あ、脱いで持ってってさえしまえばそれこそ数秒で治るんですけど、はい、そのアウェーで、敵地に行ってる時がどうしてもそういうミシンがないので手縫いをしなくちゃいけなくて、勝手が違うわけですね。そうですね、なかなかやっぱりそこでワンシフトでって思うと、もう手ザクザクさせたりして、はい、まあなんとか仕上げてはきましたけどね。そうですね、一回新田でどっちがどっちかちょっと忘れましたけれども、畑選手がなんかマスクが壊れたのか、ちょっとだけ優斗選手のマスクをかぶって出てたっていうのもありましたね。一回ありましたね、はい、うん、その時じゃあ吉田さんはこう壊れたのか、ね、その場で、直して、うん、キーパーはどうしてもルール上、あのゴールマウスから離れるっていうことができないじゃないですか。なので、それやるあのどうしてもっていうのであれば、ユウトの株式が出てて、うんうん、そこでユウトが出ていくっていうのもまあありだとは思うんですけど、うん、やはりその場はユウト君の、マスクをかぶってもらって、うん、なかなかこうレアなシーン。そうですね、なるほど、なるほど、そうだったんですね、うん、一番今まででこれは参った、びっくりしたっていうことってそうですねありますか？一応ですね、はい、僕はその試合前に全員のこう防具をチェックして、その突発的に起きない起きるかなっていう部分はあらかじめ直しておくんですけど、唯一やっぱり あまり見入れてないのがそのジョックって言われる、はい、いわゆるあの金カップですね、
あ、大事な部分、はい、大事な部分を守るのなんですけど、はい、そこがプレー中に取れてしまってカップが落ちてくるっていうこともあったので、はあ、そこはいかんせい部分部分なんで こうやってはやりたくなかったのでそこはちょっと脱いでもらいました、ね、はい、男のスポーツです、はい、これはどうしてもね、あの なしでやれっていうわけにはいかないので、ね、危ないです、ね、危ないので、そこはちょっと我慢して脱いでもらってその場で、はい、うん、ちょっとあの貧相な格好になってましたね上半身は防具つけて下半身は何もつけてないっていう。あれ割れる時もあるんですよね。もちろんあります。割れる時はありますね。替えはあるんですか。もちろん替えも入ってますし、替えも準備してあるんですけど、ただ割れるくらいの衝撃あったらちょっとプレー復活はできないとは思うんですけどね。はあ、わかりました。いい時もあれば悪い時もあるのがスポーツの常ではありますが、はい、でもそれでもどんな時でも、まあ、選手が気持ちいいようにプレーできるのが、ね、うん、だと思うんですけど、一番こうやっててよかったなっていう時も。そうですね、やはり、うん、あんまり僕勝ちとか負けとか、もちろん気分的にはね、うん、勝った嬉しい、負けた悔しいっていうのはありますけど、僕の仕事って、勝つも負けるも選手たちが、ストレスなくやれるのが僕の仕事だと思ってるので、うん、そのストレスがなく試合が終わったっていうのが一番僕は、うん、嬉しいかもしれないですね。勝った負けたよりも、うん、そこで何か不具合があって、思うようにプレーができなかったっていう話が聞こえてくるのが一番やはり、うん、僕的に、ね、仕事がちゃんとできてないのかなって思うところなので、うん、その治るのが間に合わずにシフトがイレギュラーになっちゃって、ね、うん、失点しちゃう、はい、たりとか、とか、そこで、本来だったらいいプレーができたはずなのに転んでしまったがゆえにスティックを振り切れなかったとか、うん、っていうことがあるとないですけどね、うんうん、さすがさすがスゴアプロのお仕事ですからねっていうのがあったらすごく嫌ですね、うんうん、そういうことがないようにですね、はい、わかりました。前なんかの新聞記事でお見かけしたんですが、はい、前バンドマンだったっていうのをちらっと見たんですけど、はい、本当ですか？バンドマンです。ミュージシャンです。はい。楽器なんだろう。はい。はい。ドラム。ブ。え。ベース。正解です。ああ、はい、なんかそうリズム隊のような。そうですね。もうリズム隊が好きでやってましたね。はい、うん、いつ頃ですか？ですね、始めたのはそれこそ、ベースを始めたのは小学校6年生、中学1年生ぐらいから。お。始めて、で、まあ、やめたのっていうか、まあ、今もちょこっとね触ったりはしてるんですけど、うん、本格的に、ミュージシャンだって言ってやったのはやっぱり高校生ぐらいから、はい、まあ、アマチュアミュージシャンという形で仙台でやって、はい、で、高校卒業して、東京に出て、はい、で、いろんなところで活動させてもらって、ある程度こうお金もちょこっとですけどね、はい、ちょこっとですけどもらえるぐらいになったんですけど、やはりそれで食っていくのはなかなかあの世界も厳しいので、はい、で都落ちして仙台に帰ったと。ああ、そうだったんですね、うん、今もベース触ったりとかしますか？今は残念ながらほとんど触れてないですね。わかりました。もし機会があったら何か誘っていただければ。無事ですか？そうですね、メタリカあたりだったら、全て弾けますね。本当ですか？そっち系のメタル系な、はい、わ、はいはい、かりました。今日は吉田さんに必須アイテムを用いただいております、はい、バッグがあります。この黒いバッグは、これはですね、はい、常にリンクサイドに持っているもので、はい、うん、この中にその必要最低限な、交換部品であったりとか、が入ってて、まあ、ここで対応できないようであれば、ケマスの方に持ってってやるような感じですね。何が入っているんですか？これですか？はい、企業秘密の部分に。企業秘密ではないです。ですか？まあ、まずティッシュですね。びっくりした。はい。で入ってるのと。欠かせないですね。ティッシュのあとは。ここは。あ、なんか。まあ、これはいつも、試合の時、はい、よくつけてるやつですね。はい、これはもう、まあ、ハサミですね。うん、必要な。はい。いっぱいポケット。ありますね。
意外とつけてないとどこに何入れてたか分かんなくなっちゃう。そういう時あるんですか。サイドストーンって言って、はい、その場で、エッジの補修が必要な時に、まあ、使うもの。こんなちっちゃいもので、まあ、これで、うん、あの十分ですね。へ、特にその場で直すぐらいだったら、はい、うん、これは、バイザーの、うん、曇り止めですね。あ、はい、よく私も洗剤用食器とかもあれもね、いいんですけど、どうしても触ってしまうとダメになるので、これが意外とですね、よく使うやつなんですけど、緑色の中の消しゴムみたいなやつです、ね、そうですね、うん、これっていわゆるあの研磨剤の入ってる消しゴムなんですね。ああ、あのガラス磨いたりとかするやつなんですけど、はいはいはい、研磨をかけて削りたてのバリッバリのエッジが好きな子もいれば、そうじゃない子もいるんですね、はい、で、その日のその日の氷によってエッジが立ちすぎてるとか、はい、あ、もうちょっと落としてほしいとか、はい、要は、削りたてのものを履いて、15分ぐらい滑ると一番調子がいい子とか、3時間滑ると調子がいい子とかっていうのがやはりいるんですね。なので、はい、研磨をした後にその状態に一回してあげる、はい、うん、なんですけど、やっぱりもうちょっと微調整が必要な時にこれで、うん、落としてあげる。へえ、わざわざ立てたエッジを落とすってやつですね。せっかく取り出すのに、はい、言うな。あとこれですね、タイマー、はい、これはあのインターミッションの時に、はい、もちろん15分は取ってるんですけども、半分の7分半っていうところで、うん、監督コーチたちがその時間を知って、控室に入っていって、まあ、ミーティングするっていうところで、そうなんですね、インターミッション始まった時にスタートをして、あとは監督コーチに渡して、はい、でこれを監督コーチたちが見て、時間になったら選手のところに行くと。じゃあこれも必需ですね。後半の方にじゃあこう入っていって、そうですね、半分すん、あの15分の中の半分済んだら、コーチたちとコーチたちが入っていってミーティングを始める。お、初めて知りました。そうなんですよ、大体そうですね。でまあこれクロスですね、はい、しっかり拭くやつ、はい、はい、すごいすごい。これがまあドライバーですね、はい、ああ、なるほど、わわわ、これがあの出てきた、はい、この全種類入ってるやつね、はい、1番2番3番マイナスの1番2番3番、わあ、これ物によって使い分けます。はい、これがいろんなところに使えるニッパーですね。あ、はい、ニッパーじゃない、ペンチですね、はい、まあ、中ひごについてる、いわゆる十徳ナイフ的なね、はい、ものになります。すごい、とつけてないですけど、ここにあとタオルが、あ、なるほど、そうですね、はい、いつも下げてますね、ブラブラさせてるやつ、へえ。これが普段あの腰につけてるもので、はい、でこっちのカバンの中は、はい、まずはこれかな、これがベンチのところにかけてるやつですね、はい、これは選手たちが、僕の手を煩わせることなく、はい、自分で勝手にやりなさいっていう、ね、ああ、そういうものもあるんですね、はい、なるほどなるほど、この中から、取ってですね、はい、あのベビーパウダー、これを、うん、バイザー、はい、とはガムですか、ドライバーやらペンやら何やらハサミやら、はい、意外とこの、この鏡ってのも皆さん、鏡、はい、へえ、おそらく自分の顔をこう見てんじゃないですか、身だしなみですか、わかんないですけどね。あの、あれです、あのコンタクトです。あ、なるほど、あ、そっかそっか、水選手も多いですもんね。そうですね、コンタクトやられてる方多いので、結構自分でやれちゃう選手もいるんですか。ほとんど自分でやってるんじゃないですか。あ、そうですか、うん、勝永さんの方で、はい、物は全部持ってるので、あ、落としたとかなくなったって時はもう勝永さんの方に言って、勝永さんは彼のものを出して彼でやってる。へえ、僕コンタクトしないんで本当怖くて見てらんない。あ、確かに目にいるわけですからね。あとは、今練習中なんでそんなにいっぱい入ってないんですけど、はい、テープ全種類ですね。うん、これはもうその場で巻き替えるっていうのが、普通なので、はい、すごい、まあ、こういう、細かい、はい、水類ですね。うん、これはもう絶対あの入れておかないと、例えば切れただとか取れただとか、外れた、見えなくなったとか、見えなくなった、っていう時にその場で瞬時に変えられるように、うん、ほぼ、そのプレイヤーゴーリー含め、いわゆるこういう小物部品は全て揃って、
からすぐ対応できるですね。このぐらい用意してないと、はい、うん、その場でなかなか対応できない方はもうこういうテープだったり、はい、こういうラップだったり、はい、アンクルスリーブっていったあの足首に巻くものなんですけど、これも突然足首が痛いっていう子もいたりするので、はい、これも常に入れてあります。この辺もしかしたら初野くんの方がね持ってていいのかもしれないですけどね。すごい、こっちもティッシュ両サイドやるんですね。ティッシュは使います。ティッシュ両サイドなんですね。すごいですよ。へえ。ティッシュはだから1日2つ3つなくなりますかね。あ、バッカバカなくなります、うん、まあ、結構コリの上動いてると鼻水も出てきますし。そうなんですよね、うん、意外と出るみたいで。へえ。って感じですかね。すごーい。ありがとうございます。はい、とんでもないです。今度多分こういう用具もいろいろきっと、まあ、新しいものもたくさんあるかと思うんですけれど、はい、今今度あれ欲しいな、あれあったら便利なのな、便利なのになって思うものもきっと吉田さんあったりするんじゃないですか。そうですね、あれ欲しい、まあ、欲しいものか、はい、まあ、パッと出てこないってことはさほどないのかもしれない。十分、ね、あの設備的には、まあ、もちろんあの僕の所有物、その仙台のお店から持ってきてるものってのが多いんですけど、はい、なのでまあそうですね、十分だ、十分ですね。わかりました。さて、まあ、フリーブレイズは、はい、今シーズンは試合が終了しましたが、はい、今日お話を伺っているのは3月の7日ですけれども、あの下旬には東伏見でヒーローズ、はい、もそうですし、4月のまた、はい、日本代表の世界選手権もあって、はい、日本代表の用具担当としても活動されてますけれども、はい、まだまだ大事な時期が続きますね。そうですね、やはりあの、まあ、ヒーローズっていうのは、ね、あの東京ですか、東京でやる試合としてはすごくいい、イベントなので、皆さんなかなか見る機会のないものを見ていただける良い機会なのですごく楽しみにはしてますね、はい、で4月の世界選手権に関してはやはり、日本が今ちょっとイマイチな、位置にいるので、やはりディビジョン上げをするのがまず第一 でやはり最終的には日本もそのオリンピックに出て、で、まずまずそのメディアに拾ってもらって、でどんどんその子どもたちに知ってもらって、で子どもたちがアイスホッケーを始められる環境っていうものを僕ら作っていきたいっていうのはもう本当常々思っているところなので、うん、やはりまずは、知ってもらうっていうところで、うん、やはりデビジョンを上げて、少しでもいいからそのニュースでも何でも取り上げていただいて、見ていただけるようなのを目指したいですね、うんうん、そのために戦う選手たちをもう縁の下で、そうですね、支えられるんですね。僕はもうあのこうやって今回、ありがたくインタビューさせて受けさせていただいてるんですけど、僕らはこういうところに出るのではなくやはり、ここに出るべき、選手たちを支えて、はい、彼らが、いかにストレスなくホッケーができるかっていうところを支える部分なので、うん、もうフリーブレイズだろうが、日本代表だろうがやることはもう同じなので、なので、別段、日本代表だからとかフリーブレイズだからとかっていうその違いはないと僕は自分では思ってますね。わかりました。じゃあまだまだ気の抜けないシーズン続きますけれども、ね、はいはい、海外もねまた勝手が違うでしょうか。そうですね、ただおかげさまでね海外に行く機会が多くなったの で、ね、もうあの何も物おじしなく、喋れないなら喋れないなりにもうあの今翻訳ソフトだって何だってもう発達してますからね、はい、だからもうどこ行っても別段、困ることはないですね。わかりました。じゃあ日本代表の用具担当としても、はい、はい、今月そして来月と、はい、頑張っていただきたいと思います、はい、では最後になりますが、はい、今シーズンも応援してくださったフリーブレイズファンに吉田さんからメッセージいただけますか。はい、フリーブレイズファンの皆様いつも温かいご声援ありがとうございます。今シーズンはなかなか思うような結果が残せなかったっていうのは事実ではあるんですけれども、皆さんの応援があったから、僕らも、頑張れた部分もありますし、楽しい、試合もできてたと思ってます自分ではですけど、はい、来シーズン、どういった形でスタートになるかまだ決まってないんですけれども、来シーズンも、今シーズンと変わらない、
ご声援をいただけたら非常にありがたく思います。ありがとうございます。はい、ということで今週の週刊フリーブレイズ、そのお仕事やそして大切な道具について教えていただきました。フリーブレイズの用具担当吉田俊信さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。